今日もね、始まりました。ランジャタイのはいはいはいポンポコラジオでございます。ありがとうございます、本当にね。ラムのラブソングからね、何ですか、ラムのラブソングから始まったということでね、アニメのね、高橋留美子先生ね、はいはい、ルミちゃん始まりましてですね、やっていきましょう。売れるじゃない、売れてそう、どうする、はい、来るじゃない、長澤まさみとか、あ、上戸彩とかも、あ、俺絶対すぐ、いやそれはでも大手振ってタクシー呼ぶもん。はーい、こらー。SOS みたいな、無人島の急ぎすぎてマジであるんじゃない、一人だけ乗って行ってくれみたいな。いやでもあるかもしれないね、それ。でもだからあるよ、上戸彩でしょ、でも我慢できないよ、それは。我慢できる男はいません、このように。佐々木希とかも危ないよ。佐々木希はでもね、もういますから、まあ、多分あの勝ち組だよね、あんなの。家帰ったらいるんだよ、もう。だからなんだろう、天下取るとかより幸せなんだよ。いや幸せ幸せ、ね、だってどんなに滑ってもさ、うん、俺佐々木希家にいるからって言ったら、うん、みんな何も言えなくなんだもん。いやそうなるね、あんだけ笑ってた連中が。俺だから上戸彩とかもそうだな、どんだけ滑っても俺上戸彩家にいるからって言われたら、もうどうでもいいよね、それは。上戸彩にだって長澤まさみですよ、あんた。長澤まさみ付き合って浜辺美波ちゃんとかね、今だったら。あ、君の膵臓を食べたいとか、メンマとか、ね、はい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 、めちゃくちゃ可愛いよあれ。あのさ、君の膵臓を食べたいで思い出したけどさ、はいはいはい、あのモダンタイムズのトシさんいるんでしょ、はい、トシさん俺誘われてたもん、顔が溶けてる方、君の膵臓を食べたい一緒に見よう、映画、映画、うん、浜辺美波ちゃんのね、あのラブストーリーなんでしょ。そうだよ、ラブストーリーとか、まあまあよくあるような。そうで、俺だ、君の膵臓を食べたい、うん、俺知ってたから、うんうん、俺絶対嫌だって言って、だって、はい、トシさんと中村亮と俺で行こうとしてたの、はい、3人地獄の3トリオじゃないですか。そう、ジェットストリームアタックですよ。汚ね顔した奴らが膵臓食べたいに行くんでしょ。本当に食べたいよ。本当の全国の膵臓食べたい協会のやつが間違えたでしょ。間違えて映画館に来て興味出して、エンドロール近くまでこっからだってみんなで、こっから食べんだよって。そういうのあったよ、膵臓食べたいとか。あれでもね、いい話だね、小説読んだけど。あ、小説まで読んだの、面白かったよ。乙女ね、あなた本当に。乙女ではないけど、でもいい話、あれはいいんじゃない。え、なに、膵臓は食べないの、そういう。いや、だからそれはだから結局行かなかったのよ、そういうのことになるからって。ああ、膵臓は食べないですよ。食べないんだ。食べない、食べない、比喩表現としてね。うん、で、私が、なんかあれでしょ、だからさ、手紙が来るんでしょ、そういう、その女の子から。ああ、もうすぐ死にます、死んだ後の、後のね、うん、そういうやつだよ。違うから、こっちは膵臓食べたい協会がさ、はいはい、映画館に行って、はい、いつ食べんだってなってんだからさ。だから昔の人ってさ、風習でなんかその悪いとこがあったら、そのなんか他の動物のその部分食ったら治るとかいう話あった。あ、そうなの。だからしぐるいのほら、藤木玄之介、ヒヒの脳みそ食ってたじゃん、うん、あれで蘇ってた、ああいう感じで。まあ、そんなことよりね、うん、すごいことがなんかあったの。やっぱちょっと、今話しちゃいましょうかね、あなたに。ああ、じゃあお願いします。あなたがね、休んでたじゃないですか。ああ、ちょっとね、体調ね、崩しました。はい、で、僕そのフライデーナイトライブっていうね、事務所ライブを、事務所ライブ出たんですよ、一、うん、人で。それも、はい、おかしい話ですよ。なんですか。そのね、なんかランジャタイで、その折島さんっていうね、米粒社協の、そう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 、はい、その人がオファーというか、その推し面で出してたのよ。推し面で、うん、そのアイドルみたいな。で、本当にでもそうよ、この俺が推奨するで、そうそう、まずランジャタイをね、ランジャタイを出して、で俺が出れないと、出れないってなったじゃない。でそれで俺出れないってなるじゃない。そのなるなる。折島さんがおかしいからピンネタで出ろって言ったのよ、マネージャーとかも。はい、兄ちゃんピンネタ R1 あったじゃないって言って、うん、そこで1分50回だよ、第50回、うん、俺ピンネタで出ることになって。もういやいいじゃない。いやでもさ、2分なんだよそこ、うん、でも4分コーナーなのそこが。なるほど。俺2分しかネタないのに、まあ、R1 用だからね、1回戦よ、うん、なんとかもう4分にしてくれって言って、はい、俺それしたの、うん、4分にして、したんだ。そう、そしたらね、思ったよりまあ受けて、いいじゃない。普段ね、見たことないマネージャーとかがすっ飛んできて、いけるよこれ。穴に潜んでたやつ、穴に潜んでたやつ、穴蔵から出てきて、誰だこのおじじわみたいなやつ、いけ、くじゃくんねみたいな、うん、これはいけるって、うん、で評判になって、うん、で殿上さんか誰かがなんかお笑い向上委員会あるじゃない、さんまさんのね、さんまさんのお笑い向上委員会のスタッフと飲んだ時に、はい、プロデューサーに俺のを見せたんだって。お、こういうやつがいますよと、そのネタをね。そう、はい、そしたらそのプロデューサーが俺のそのネタを見て、うん、こりゃ面白いってなって、お、いいじゃない、この子を呼ぼうってなったの。この子誰と。そう、この子知らない、この面白い子誰と。この子いい子よとすぐ呼びなさい、この子はすぐ呼ばないといけない子、うん、
でプロデューサーさんがその呼ぶかもしれないんで、うん、ちょっと待っててくださいと、はいはい、で殿上さんもまあまあまあそうかと、うん、まあ別にね、そういう社交辞令かもしれないし、うんうん、と思って待ってたらプロデューサーから電話かかってきて、うん、明日工場委員会がありますと。早いですねそれ明日工場委員会があるんですけど、うん、なんとか出れないですか。おすごいじゃん、国崎くん早くあの子呼んで。そう、呼ばないといけない。急いで、あの子急いで、いなくなっちゃうからあの子は急がないと。いや、いるよずっといいんだよ俺。で、殿上さんから俺に電話がかかってきて、うん、国ちゃん落ち着いて聞いてと、はい、明日、はい、さんまの工場委員会、はい、ありますと。お行けるって言われて、はい、そりゃ僕がもう二つ返事で、いや、行けます。いや心の中でね、じゃ、はい、行けないって言ってたの。なんでだよだってさ、まあまあまあ次の日、次の日だよ、何の準備もないから、ね、そう普通めっちゃ考えていくもんね、そういうのって。みんな絶対考えていくの、うん、で、そこくにちゃんもう落ち着いてもね、はいはい、もう落ち着いて明日行けるのね、くにちゃん行ける、行ける行けないかだけ教えて、何度も、ね、行けますと、何度も言わせないでください、はい、殿上さん、はい、行けます、行けます、行けない、心の中ではね、行けません、さしてください、はい、もうタレントの気持ちになってさせてくれ、はい、心の中だよ、うん、全然いけますよ、芸人たるものね、はい、こんなチャンス潰すわけにはいかないんだ、やる気はない、そう、あげんちゃん見る前に飛べだねって言って、はい、あたけさん、ああそうだ、見る前に飛べだ、はい、飛べない心の中で飛べるよ飛べ飛べるもん、飛べはしないよ、飛べる。それで3本用意してくれたの、うんうん、あの閉店ガラガラのコーナーあるでしょ、はい、3週あれをあこで出るからって、あの枠で、うん、あの、そこね、うん、モニター横芸人、そうそうそう、そこで3本用意してくれって言われて、うん、でもないじゃん、そんなのないよ、それ1個しかないでしょ、だって一晩だよ、しかも次の日、うん、もう、要は次の日がさ、はい、R12 回戦があった。あー、そうかそうか、そう2回戦終わりで、そのまま2回戦終わりで、そのまま、はい、その至急急いで電車に乗って、やばいじゃない、うん、で、やばいのよ、はい、で、俺のネタがさ、うん、あのオール巨人師匠のパネルがあるじゃない、はい、あれを袖から出すっていう、はい、5、6体ぐらい、はい、ババーって出すってネタじゃない、ネタ何を言ってるかわからないと思うけどね、ラジオの前ラジオの前の皆さんね、で、こいつは何を、こいつは何を言ってるんだこいつはいきなり何を言ってるんだってなるけど、はいはい、頭がおかしいんじゃないのかまあでもそれで呼ばれてるから、うん、もうだから R1 のね、はい、2回戦とかもそれやったのよ、うん、それやって、でも正直ね、はい、気が気じゃないのよ、こっちは。なんでだから工場委員会が、そんなことより工場委員会です、正直よ、はいはい、生さんまと会うんだと俺は、はい、もうみんななんか緊張してんのよ、R1 の人たちとは。そうそうね、もう全てかけてるから、そうそう、俺だけガラガラとか言ってんの、閉店ガラガラってそこは別にいいでしょ、練習しなくてガラガラ、もうね、閉店ガラガラの練習をしてんの、ずっと 3本やる、その先では大事なの違うなんで、閉店ガラガラそこはできるよそれでさ、うん、もう3本作って、作ったんだ、うん、のオール巨人賞のやつと、うんうん、なんかそのまあ娘ルナシーの T シャツがあるんだよ、プリントしてルナシーの T シャツ、はい、プリントして、はい、なんかそういうボケてやるやつと、はい、あと1本がそのポール・マッカートニーのお面をかぶって、はい、だって俺んちまで取りに来たもんね、それ俺んちの預けてあったからでも気が気じゃないから、ね、ポールとジョンの仮面をね、謎の取りに来てあとカラスとでカラスも持ってったのね、そういえば、うんうん、で、ギターを持って、うん、はい、そのギターの裏にオール阪神さんが書いてあるのよ、うん、そういうのを持ってったの、はいはい、でもね、R1 終わるじゃない、急いで、その R1 めっちゃ受けたでしょ、結構受けたのね、もうでももう考え、もう閉店ガラガラしかないから、なるほど、もうそういう感想とかもみんなね、うんうんうん、受けてたねとか言ってたけど、もう全員無視してた、あれ無視するかわいそう閉店ガラガラ、クリちゃん、クリちゃんどこ行くの、うせえなと思ってこっちは生さなかったよ、クリちゃん、あるだよみんな無視してみんな無視して、俺もうすぐ乗って、うん、で、フジテレビの方に着いたのが、はい、もう1時間前の収録、ギリギリじゃん、ギリギリよ、友達さん、くんちゃん急いで、それはだって早く入って挨拶しなきゃいけない、うん、そうそう、で、全員に挨拶、そのね、さんまさんはまだ来てないってなって、うん、あなるほど、でももうね、もう軒並みたるメンバーが各楽屋にいるのよ、あ黄金の息子たちが、ま、雨上がり消したいさん、はい、宮迫さんにお願いします、はい、丁寧なの、宮迫さんは、あすごい、よろしくお願いします、宮迫と言います、あもう歴史は違う、違うのよ、ホト、うん、ちゃんとかも、ホトちゃんももう、あいな、ホトラさんよろしくお願いします、はい、ランチャで国崎です、はい、で、バーって言って、もう土田さんやら、うん、ね、今川さんとか、ね、はい、で
ホリケンさんだけあぐらかいて待ってて、はいはい、はい、あのホリケンさんのあのまんま裏でもまんまランジャタイ国崎ですっつったら、何ランジェリーっつ、ランジェリーランジェリーだろお前ランジェリーって言うんだろ下着ではないですか私は、いやもうそうですそのままでそうですそうですランジェリー国崎ですって言って、そのままで終わる、そのまま終わんの、そのまま終わったのそれで終わるの、あの人未だにねランジェリー国崎と思ってたけどもうワンラリーないんですから、もうないない違うだろ、ランジェリー国崎ですって言って何にもないよ、そうかーって終わって、そうかで終わるんだ、で楽屋に戻ったら、はい、その若手のコーナーで俺とね、俺でしょ、うん、でひょっこりはんがいた、あの最近ね面白そうでちょっとプチブレイクみたいな、プチブレイク、うん、ひょっこりはんで、もう一人ね渡辺911か、ま、渡りかみたいな仲いいです、うんうん、そういうなんかレスキューの元消防士、はいはいはい、消防士のすごいのはさ、うん、俺たちのファンだったんだ、ランジャタイのファン、うん、ファンでよくライブ見に来ましたみたいなランジャタイのライブをファンで見に来てたやつが、一緒だったのよそこで、同等の存在として立ちはだかったの、お前俺に立ちはだかってきたのってなって、俺もとんでもない才能じゃん、そいつやるしかねえなって言ってさ、もうこっち巨人賞持ってね、巨人賞持って、でもマネージャーがもうそういういいんだから、ああクイちゃんもうオール巨人賞早く作って、あ、組み立てないといけない、あと40分しかない、やばい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 って言って、1個何分かかるのそれ、1個ね、でも5分ぐらいかかる、あ、じゃあもう結構後ろのついたてギリじゃん、ガムテープで貼らないといけないから、6ぐらいあるでしょ、だってそう6、5、30とか本当にギリ、やばいやばい、バーって作ってって、うん、でそしたらもうスタッフさんがまず飛んできて、はい、俺だけあのリハしてないから、あ、そうか、やばいね、じゃあ国崎さんって、はい、今 お忙しいとこ申し訳ないんですけども、あの、うん、リハの方だけしたいんで、はい、ちょっといいですかって言って、うん、あいいですいいですって、でオール巨人のパネルを俺1個持とうとしたら、はい、スタッフさんがえって言ったの、なんどういうこと、えそいつでしょ、うん、なんだえってなって、えあ、どうしたんですかってなって、えもしかしてなんですけども、うん、その小道具とかはあの今日使われますって、うん、ね、そうだよね、何ってなる、ザザって、え、いや全然使えますよ、オール巨人賞のパネル、え、まだありますかって言われて、え、ありますあります、はいはい、まずあのお面、はい、ポール・マッカタニーのお面、ポール・マッカタニールナシンの T シャツ、T シャツオール阪神のギターの裏替えバージョン、はいはい、ありますって言ったら、そのプロデューサーが画面さーっと総枠になって、うん、ちょっと待ってください、はい、もしかしたら、うん、使えなくなる可能性がある、そんなバカなそんなことないよ、そんなことないよ、大丈夫だよ、だってもう、ね、ちょっと待ってください、ちょっと聞きに行きますと、うん、今、うん、確認しに、ちょっと確認します、バーって言って、でマネージャーが、なんだろうね、田上さんどういうことだ、え、何何、いや大丈夫だから国ちゃん、だってそのこのネタでオファーかけてんだもん、はい、こっちが、いやそれそうだよ、で、あっちが OK したの、そのネタで OK したんでしょ、そのネタじゃないとダメなの言ったら、ぜひ来てください、そうそう、これネタを見てぜひ来てくださいって来たんだから、それやるのみの席で言ったんだからね、その動画見せて、あ、じゃあもうそうだよ、国ちゃんそんなことより、うん、オール巨人賞作りなさいって、俺はそう、あ、ごめんなさいごめんなさい、うん、スタッフがバーッと飛んできて、はい、国崎さんって、はい、あのですね、まずあの、はいはい、ポール・マッカートニーのお面あるじゃないですか、 あありますあります、あ、使えなくなりましたなんでえマネージャーはまずね、えって言ったの、うん、えどういうことですか、いや、ちょっと著作権が外国の方なんで無理ですって、番組的に使えない、フリーじゃないの、もうフリーじゃないですと、なんで死後50年とかでフリーじゃないの、ポール・マッカートニーは生きてるの、まだ、あ、そうだそうだ、生きてんだ、ポール・マッカートニー最後の生き残りだと、そうそう、で、俺がジョン・レノンジョンはいいじゃん、ジョンはいいだろ、ジョン OK じゃん、ジョンありますって、ジョン、いや、ジョンもダメなんです、なんでヨーコがうるさいのか、もしかしてヨーコが騒ぐ、ヨーコは生きてるから、ヨーコは生きてる、そうだだからもうダメですと、うん、で今ちょっと問い合わせんで、はい、またなんかボソボソって言ってどっか行ったのよ、また1個とりあえず潰れたと1個潰れたと、で、まあ、まだいっぱいあるから、殿上さんが、はい、落ち着いてくみちゃんと、うん、こんなこともう芸人なんかザラにあるから、はいはい、急いでちょっと1本作りなさいと、え、新ネタを、新ネタ何を言ってるんですか殿上さん無理無理、でも俺も、はい、もう、ね、何言ってんですかあんた何言ってんだ、一周分作りなさいと、一個分ね、クリンちゃんならできるから、はい、で、ね、まあ、できることできない、カバンあさり出した、あの人、あ、俺のカバン道具をね、ね、このでかいカラスなんかいいじゃないですか汚いカラスのあれあるじゃない、無理おっしゃいなさるなそうそうそう、このカラスでクリンちゃんならボケれるから、あ、まあまあ、まあ、ボケれるからですね、そうそう、なんかこう、くちばしになんか、はい、案出してくるのよこんなのいいじゃないついばまれて、ひみ上げるのとかどうみたいないいっすねするけど一番下のボケでしょ浅い浅いのよ全然面白くないよこいつ面白くないよ面白くない
でクインちゃんもとりあえずもうオールキャストで作ってとりあえずね、それがあるからねバーって作ってたら、今度プロデューサーがすっ飛んできて、うん、ちょっといいですか、なんだよあのルナシーさんは使えませんよ、はいはい、えルナシーが使えないってなった、なんでなの、いやもう著作権の方でミュージシャンって厳しいんだって、な深夜が怒るの、そうそう深夜が深夜が深夜が怒るでまさかこんなルナシーだと思わなかったって、うんうん、もう本当のルナシーの全開なの、全開が入っちゃうからね、うんうん、もうダメです、もうダメなんです、すいませんって言って、田上さんが、うん、くんちゃんとなんあと1本作ろうと、あと1本もう2本ダメだってるからまあなあね、カラスもまだできてないんだよ、カラスもできてない1本もうどうすんの、いやだからくんちゃん落ち着いてと、うん、でここで明暗出して、はいはい、オール巨人賞で全部やりなさい、あオール巨人でね、今だからあなんかそれいいじゃん、最終の砦とプロデューサーが掛け合ってくれてんだから、はいはいはい、いろんな事務所に電話して、だって巨人師匠見てね、こっちオファーしてるから、ね、じゃあもうね、これ完成させてからネタを考えなさいって言われて、うん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 、でももう大丈夫だからって、そうかそうか、あそっかそっか、はい、ビリってして、うん、で薩摩川っていうね、あのか RPG が RPG がね、はい、クジラさん今日これやるんですねって、いたんだよね薩摩川ちょうど来てくれたのよ、うん、あこれ面白いですねって、はいはい、ほらそうなんだよって、いいじゃない、そらさ総合プロデューサーみたいなやつが一番上の人、そうプロデューサーとスタッフと、はい、総合プロデューサーが3人で駆けっこしてきた、飛んできてバーッて駆けっこしてきたらもう誰が1位かみたいな決めながら誰が言うかみたいな駆けっこして飛んできて、うん、クジャ君って言って、クジャ君だねって総合プロデューサーがはじめましてまずね挨拶はじめまして、総合プロのなんとかですはい、はいはい、クジャ君、はいはい、この俺巨人師匠、はい、はいはい、使えません。使えません。なんで？そこの隙間を割り込むように田上さんが、くんちゃん3本準備しな。もう無理だろよ。もう無理だろ。何を言ってんだよ。何言ってんだよ。何無理だよ。俺もう本当天ぷらにあげられた人間みたいな。シューって何分の分の石川君の最後みたいな、ちょっと待ってくれって、うん、そしたら総合プロデューサーが、はい、その俺を見て天ぷらに上がって俺を見て、くんちゃん今日は収録なしでいこうまあ賢明な判断かも、はい、そしたら田上さんが、うん、その隙間を割り込むようにして、くんちゃん、はい、オール巨人賞片付けない何なんだよ出てくんじゃないよで、サッツンが手叩いて笑って、こんなやついないよ一番面白いとこ見たのサッツンか、こんなバカは言ってたどうするんですかって言って俺、だってもうみんなに挨拶してもらってるし、だって本当直前でしょ、もう収録そう何5分前とか10分前10分前にそれ言われたの、やばいよ、でもまあちょっと降りんじゃない、あ、まあ、出なくて済んだ、まあ、済んだってか、まあね、まあよかったってなって、で、もうみんな行きましょうって言って、うん、さんまさんが来たらしくて、おうわ、さんまさんが直前に入られて、直前に入られて、かっこいいな、直前に入られて、うん、すぐそのまま出るの、あの人、わすごいね、ねかっこいいな、かっこいいのよ、で俺がそのマネージャーと2人で楽屋でも残されてポツンと、はい、で田上さんもね、片付けなさいといいから、はい、あんた早く片付けて、うん、ちょっとモニターで見てましょう、勉強でね、そうそう、はい、で収録が始まったら、うん、スタッフがすっ飛んできて、また、うん、ちょっとすいませんって言って、なんだよ、え、栗崎さん、ま、さえ、こっから栗崎さん、うん、下に降りてくださいって言われて、どういうことえ、どういうことですかって、うん、もう挨拶されたんですよね、栗崎さん、うん、みんなに、うん、宮迫さんとか、うん、下手したら、うん、あいつどうしたって言うかもしれない、あ、なるほどね、閉店ガラガラで、はいはいはい、普通いつも3人出てる、1人いない、うんうんうん、で、さんまさんがあれ、もう1人どないしてんって言った場合、うん、栗崎さんもう出ないといけない、なるほど急いでもスタジオの袖に行ってくださいって友達さんがもう慌ててもうくんちゃんもう男は度胸だからって何を言ってるんだか男は度胸何を言い出したのもう出るしかない出るしかないふざけんじゃないって俺が言ってて俺もう出たくないんだってこんなの白目向いてるのそんなことなるのでももうアップアップよ、うん、殿上さんももう汗かいてんのよパニックって2人汗だくなんだもうマネージャーマネージャーとマネージャーと芸人の2人汗だく汗だくなって、うん、でもスタジオに移動してさ、うん、さんまさんの声が聞こえてくるんだよ、わーすごいすごいよ、おいなんなんどうやねんうわーどっかなーしゃべるけどなんとかなんとかなんとかーって流暢にしゃべるのよ、うん、でも俺ともう袖の裏でさ、はい、殿上さんと俺がもう、うん、パニックになっちゃうんだよねどうするんですかこんなの無理だろだってだ逆しかないだろ男はどっかなんだよ男は度胸の一点張りだけどどういうことなの
理だよ。で俺がもう芸歴11年目でしょ、俺の叩き出した頭をね、フル回転させて出た結論が、塊を剃るしかないってなった。やめてくれよ誰が笑うんだよ、塊を剃り落として。そうそう、塊剃りをで出るしかない。俺が頼む。芸名も変えて、もう芸名も変えて、栗崎ではないと。俺はそう、俺は塊を剃って出るしかないんだ。なるほど。だって塊さないって言ってた。もうシェーバー持ってきてくれ、もうおかしくなっちゃって。隣さんいいか、もう二人で言ってろよ、面白いじゃん。シェーバーを持ってこいよ。何言ってんのかって、いかにしちゃおう、スタッフの号が出るまで待ってればいいからな。やめてくれやめてくれ。さんまさんがさ、ものすごいうまいこと回してるよ、その裏で。芸人とマネージャーが塊剃るかどうかのさ、そっちゃまたすごい。で最後もうね30分ぐらい経ったんだよ、そこで。殿上さんがもうおかしくなっちゃって、くちゃんもう剃るしかないって。全然人格変わったじゃん。変わったの。あんだけ剃るなって言ったの。俺に感化されて。そうだよね、くんちゃんね。男は同居生だの。私が間違ったの。持ってくるから。え、持ってくる。あの髪剃りをさ、やばいやばい、買ってきて持ってきて、で俺を剃ろうとしたの。くちゃんちょっと顔ねパッてやってって。ここにさ、ムースっていうの、ムースシェービングムース塗ってる時に、スタッフさんが何やってんですか。本当何やってんですか。来た来た。お前さん、剃ろうと思ってる。待ってください。さんまさんが呼んだらじゃあ剃ってください。さんまさんが呼んだ。あ、もし呼ばれるとその直前でジョニーと。そうなるほど。直前で。まだ分からないと呼ぶかどうか。この子にも未来があるんですみたいな。未来はあるよ。だからさんまさん3時間収録だったのその時。そうしてる間に。ずっと俺と殿上さんが、俺がシェービングを囲まって、殿上さんがいつでもその準備をしてて。何なんだよ、その状況。結局それででも呼ばれなかったの。ああ、なるほど。全然呼ばれたらいつでも行けるようにしてたんだ。いつでも行けるようにしてたけど。塊あるってことは行ってないってことだ。行ってないってことだしね。塊剃り落として。俺がもうね、その日やったことが、殿上さんも言ってたけど、くにちゃん今日やった、あなたがやったことは、はい、フジテレビに行って、はい、オール巨人賞を組み立てて、はい、解体して、はい、帰ってきただけだって何しに行ったの。私たち何だったんだろうねって。これすごいでしょ。すごいですね、顛末が。顛末がね、逆に持ってんじゃない、もう。うん、ね、でも言ってたよ、そのプロデューサーも、君はもう持ってるかもしれない。あ、なるほど。ここまで来たらおかしいんだよ。そいついないもんね。そんなやついないんだからって話してて。でもびっくりしたね。なんか次につながればいいけどね。なんかでもね、すごいのがそのプロデューサーがさ、はいはい、多分酒の席で俺のネタを見たんだよ。あ、酔いながら。ちょっと酔いながら。だからそのフィルターっていうの、プロデューサーフィルターってあるじゃん、はいはい、このネタは使ったらダメみたいな。それもさ、全部外したの。バカになっちゃって、もうフィルターがね、面白いからいけると踏んじゃって。で、それで呼ぶじゃない、はい、で、呼んだらさ、ほんとごめんなさいって言っとるのよ、俺に。ごめんなさい、ほんとにね、俺巨人師匠が、ね、来ちゃってごめんなさいって。総合プロデューサー来んじゃない。そしたらさ、自分は怒られたくないからさ、君はね、みたいな、いい加減にしろよ。ごめんなさい、その先は。だから手前言えないから、まあね、こんなやつ呼んだって言えないから、君はもう一体何考えてんの。テレビでこんなことできると思うのかよって。頭おかしいじゃないか。そうそう、君はもう片付けてよ、それ、見たことないよって言って、また帰ったらさ、すいません、ごめんなさい、本当にね、僕の責任です。また来て、君はさ、君はいい加減にしてくれ。すごいよ、テレビの世界って。恐ろしいね、あんなのがいっぱいいるんだと思って。いやでもいいじゃない、いい経験になりましたね。いい経験になったね。そのすごい流暢に喋るの、さんまさんって。うんうんうん、すごかった。やっぱあの初めての体験だったよ。ええ、なんかね、俺が袖でね、うん、まだ焦る、めっちゃ焦ってるけど片耳では聞いてるのよ。うんうん、でさんまさんがちょっと喋り出すと声がね、思ったより小さいのよ。へえ、みんなの声より。ほうほうほう。でそこでね、あれ声小さいなとか思うんだけど、うん、3分後ぐらいにゾワゾワしてくるの。もっと聞きたいみたいな、この人のトークがもっと聞きたい。え、今度どんな面白い話あるの。もうファンになっちゃう。ただのずっと聞いてたい。そうで、ちょっと失礼だけど本当にみんなのボケってくるみたいな、ガヤみたいな、ガヤが邪魔でしょうがなくなるの。さんまさんの一人喋りを聞いてたくなる。そう、ただただもうそういうのじゃなくて一人で喋ってくれて。すごいね。すごいよね、あの感覚はなかったの今までで。そうならなきゃってことでしょ。だからまあね、
あれでもそうだよね、そこまでたどり着いた人が日本に何人いるかっていう、たけしさんとかしんすけさんとか松本さんとかね、うん、本当だ、喋りのプロの人たちは、はい、あれがプロっていうんだね、すごいですね、すごいです、ああなりましょう、我々もまだそこ見といてよかったでしょ、一回、いや一回あの景色を見といて、ね、いい経験だったでしょ、さんまさんの 見てないですけどね、袖で眉毛剃るから剃らないで、まあ今片耳でね、ギッて脳には入ったでしょ、それがまあインプットでね、うん、モニターでもチラチラ見れて、あなたすごい吸収しますから、そういうのね、いや良かったですね、早めにもう上と絡んだ方がいいよ、もうランジャタイは、そうだね、どんどんね、パワーアップするじゃん、うん、そうしたら、それであの楽屋のさ、うん、お弁当がさ、はい、誰だっけ、商店のさ、うん、菊蔵さんが、はいはい、本当の大勝負の日に頼む海苔弁っていうのあるわ、蔦屋の海苔弁っていうの、はいはい、あ、なんかね、有名な美味しいやつでしょ、それがあったのよ、工場委員会にモニター横切りにも食べれる、もう全員食べれるの、あ、いいね、それが置いてあって、俺めちゃくちゃ美味しいのよ、うん、びっくりしちゃって、楽屋で一番美味しくて、でみんなその後新年会だからって帰るじゃない、うん、俺だから、まあ、意地汚いけどさっつの楽屋に行ってさ、うん、お疲れーって言って、うん、最高だったよ出てねえやつ最高だった、さっつの最高だよって言ってチラッて見て、うん、まず弁当が置いてあるかどうか、それしか見てないでしょ、ほぼ違う違う意識はそこでしょ、意識はそこっていうか、うん、そこと会話してるからねそれ見て喋ってるだけだよねで、サッツンもうね、その促してばっかよ、うん、新年会あるのをサッツンにずっと言って、で、サッツンも行くから、うん、必要ないよね、みたいな感じで弁当が、ね、まあ、言えないけどね、うん、サッツン今日うまいもんばっか食えていいよなーって、ね、お疲れで、一緒にもう出ようとするの俺は、うんうん、あサッツン帰ろうって、あ、行きましょう、あれサッツンって、うん、この弁当どうすんだよ、うん、大根芝居の、そうそう、そしたらサッツンがさ、はい、国崎さんにあげますよってそんな腹立ついかない見透かされてたみたいで全部分かってたんだ、全部分かってた、こいつはもう初めからこれだけを目当てにその一言だろ、近づいてきたんだ国崎さんにあげますと出てねえやつで、ね、盗っ人に恵んでやるとでサッツンすごいね、すごいね、すごい頑張ってたと思うよサッツンは、そりゃそうでしょ、だってね、ひな壇側でしょ、うん、すごいよそれは、やっぱね、出る前ものすごい緊張してたからね、ああそれそうでしょ、そう、俺はもうさ、そのなんていうの、闇の10分があるから、うん、もう出なくなった10分だから、はい、もうウキウキしちゃって、ただ見て帰るだけだから、あ、そうだ、ね、そう、あと楽しいだけだから、ね、あと楽しいだけ、うん、勉強になるだけで、さっつん、うん、大変で、さっつんはずっとやっぱ結構ブツブツ言うのよ、なんかこう脳内でやるんだろうね、シミュレーションバババババってして、すごいね、でやっぱね、ここは戦場ですっていうのよ、さっつんは、お笑いの戦場、お笑い戦場、俺もそうだよって言って俺も10分前までそったんだよ安全なところで見るだけやもんね、あとはそこで帰ったらよ、スタッフが来て、うん、出てくださいって言われて、あんな焦ってるから戦場の横でね、弾が飛び交う横で隠れながら見せたのね、隠れながら、うん、もう来月ですかね、多分、うんうん、下手したらまた多分あると思う、あのプロデューサーさんが罰の悪そうな顔でなるほど、ごめんなさい、次、ね、来月何々日にあるんでって言ってたんで、多分呼ばれると思う。ああ、いいね、いいじゃない、だからまた別に対応しないといけないでしょ、コンプライアンスが大丈夫な、ねえ、俺でもどうなんだろうってそこは、また同じの持ってってなんだこれ、同じことが起こるだけだよ全く同じこと、同じことがすごい早い時間で終わるだけなんだろうね、もうね、そうだろうね、分かってるからなぞるだけだからとまあ結局でも頑張りますね、なるほどね、うん、ちょっと頑張って、 いいですよ、もう売れましょうよ、今年はね、そうですね、うん、今年は売れましょう、ちょっとね、俺もね、行きたいけどね、それ工場に行くから、2人では出れないかもね、でもピンが出るやつもね、あれ多分ね、その、うん、なんていうの、あれの問題もあるかもしれない、許可証あるじゃない、あの、はい、会社入るときに、うん、それの問題もあるかもしれない、あー、1人しか入れないんだ、それ、うん、田上さんと俺の、お前のしか取ってないんだ、俺のしか取ってないし、多分そういう事務所の手続きとかも、でも多分いけそうだけどね、ランジャタイで出ちゃダメなの、それ俺でオファー来てるからじゃない、ああ、でしかも交渉委員会でしょ、はい、下手な番組じゃないもんね、そうだ、まあ、コンビで出ないもんね、あれね、うん、さんまさんってなると、ピンでピン芸やるとこだもんね、でも王子がいたけどね、王子っていうアントワネットの王子が見学に来てたけど、ああ、次呼ばれるんじゃない、そういうの、うん、王子は狙ってるって言ってたよ、そこ、あ、モニター役を狙ってる、そう、正直ここのために僕は50本作ってるって、50本閉店ガラガラとかじゃない王子の閉店ガラガラ、ああいいね、ギャガーだもんね、でもギャガーが強いと思うね、あこは、
まあでも行きましょう、来月。いやもう来月まだ僕閉店ガラガラ作って、はいはいはい、行きましょう。一回終わります。そうですね、いい時間ですから。じゃあもう売れましょうということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。